僕はアメリカの写真の影響がすごい強いから、写真の自立ってのを考えてたんだよね。それまで写真は何かを写したんだよ。だから現実のオリジナルがあって、写真はその2番目複製だから大したものないんだよって、ちゃんとしたものがあるんだよ。私は違うんじゃないかなと思ったんだよね。それはある時モノ派っていう美術の運動があって日本に、それはまあ70年代だから全然できなかったんだけど、当時日本 でそれ写真だけで残ってるんだよね。写真見るとすごいかっこいいんだよね。僕の写真はね、まあ、この毛沢東のルイジ戦記で語ってたけど、毛沢東に矛盾論という本があるんですよ。エンゼルスの弁証法論というのは、対立を1にするのが弁証法だという、要するにこう、ね、分裂して対立しているものが最終的に1になるという。でも毛沢東その矛盾論とは違うんだと。1を2にする、2を4にする、4を6にするっていう、対立をどんどん増やすというのが、それは昔若い頃言われて、非常にこう感銘して、で写真っていうのは普通の写真学校行くと一つのテーマの中に最終的にこう集約しろっていうふうに教える人が多いんですよね。中心が何かってことはその中心っていう位置に全部のこうディティールをね集約しろってことだから、僕はそういうのはなんか写真つまんないなと思って、まあ、若い頃言うと毛沢東の矛盾論とね、そのどん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 こう矛盾をね離脱させるっていうか、無限に増やし増殖させてるみたいな。で僕の写真を見ればこれ中心ないんですよ。一見電信柱が中心になってそうで、でも看板とか人間とか、まあ、電線とかね、いろんなものがこう入り込むことで中心がなくなるっていう。だからそういう意味じゃ、例えば東京っていうね、テーマはその一つのものに集約されない、あらゆる矛盾がこう入るっていうのかな。例えばコロナの地図とか村がいっぱい出るんだけど、まあ、普通地図や村って隠すもんだから、写真の場合は。地図や村が出るってことは見づらいっていう。でも写真は写したものをよく見せるためにやるから綺麗に見えるんだし、そこで地図を持ってくるってことは一つの矛盾を画面に持ってくるわけだから、その矛盾と矛盾があると物を取ったらこう動いてるんじゃないかっていうね、そんな思わなくても矛盾みたいなね、こう似てるようなところじゃないかなと思うんですよ。コミュニケーション取れないと思ってるから、取ってると思ったら幻想だよね。だって見ると見られるって明らかにもう上下関係があるんだ。見る人はやっぱり権力者だし、見られてる人ってのはやっぱり判権があり非権力だから非対照的じゃない。でもドキュメンタリー写真っていうのはそこを嘘つくんだよね。僕とあなたは平等だって対等だっていうね、だから対等な視点が取ってる。だから広島取っても全ての権力系の人が喜んで私に背中を叩き出してくれたとかね、そんなもん嘘に決まってたから、そのドキュメンタリー写真が実は権力関係があるっていうことを隠すためにこうなんていうのかな、あのコミュニケーションを取れるとかね、被写体で何をやっておりますみたいなところを出すんだろうけど、そこは決定的に欺瞞だと思う。今もそれはずっとあって、例えばなんか震災とかの福島とか行って撮ってさ、おじいちゃんおばあちゃんが撮って、このおじいちゃんは私にはこんなこと話してくることが、そんなものを紹介とかしてくんだけど、絶対写真っていうのは権力関係があるし、やっぱり写真家っていうのは権力なんだよね。対象から搾取してるから、そういうことをごまかしたらやっぱり写真を撮れないんだよね。で匿名性の権力なわけじゃない、桜みたいなさ、笑いみたいなさ、基本的に弱いものを撮ってるわけだから、子供とか猫って、写真はやっぱり自分より弱いものを撮ってるから、ちょっと弱くなっちゃうんだよね。見る見られるって構図になっちゃうと、どうしてもそれは。だから、タイトルとかがあるんだけど、タイトルもおかしいと思う。住んでる周りっていうのかな、自分の周りの環境を撮ってみようと思ったのでね、それまで写真家ってなんか冒険家っぽいんだよ。嵐から行こうとか、遠い、誰も見てないことを。それとは違ってみんなが見てる。で毎日毎日写真撮りたかったから、毎日毎日撮るんだったら東京見たかった、東京撮ろうって。だからまあ植物でも山でもよかったんだけど、たまたま東京にいたってことかな。で撮ってみて分かるんだよ、汚いってごちゃごちゃしてるから、そのままずっと東京にいたんだけど、うるさい街だから、こんなにごちゃごちゃしてると思わなかった。撮り始めたのが90年代だからちょうどバブルの終わりの直前だったんだけど、まだ高い建物いっぱいできて、
それがどん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 なくなってくるんだよね、修行とか。だんだんこう、民家もなくなってきて、東京をだんだんこう人間が住みたくするような街にしてるなって感じもあって、いや、変なとこだなと思ったけど、ただ写真で撮ると面白いんだよね、ごちゃ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 してきて、で工事してるし、破壊してるのも、都会が撮るのも好きだし、で、都会ってどん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 勝手に変わってくるし、あと、まあ、撮ってて思ったのは、自分は東京嫌いなんだなっていう、嫌いだから撮るっていうのかな、好きだったら撮る必要ないんだよ、そこにいるよ、好きなんだよ。だから、そこでわざわざカメラの間、カメラを出すっていうのは、そこで自分と対象の間に亀裂を作ることだから、別に好きだったら亀裂作ることないわけじゃない、別に恋人同士も一日写真撮んないじゃない。撮った人は異常だからさ、カメラをやっぱりそこで出さざるを得ないってなんか嫌いなんだなとか、あとあとこの場所にこう違和感を感じるっていうか、うん、僕はほら自分の父親が在日朝鮮人だったから、やっぱ多少違和感が東京に日本に感じるし、ね、なんかやっぱりそういう違和感をなんか表明してるっていうか、他の人はの写真って東京大好きって思うんだよ、新宿大好き、そう